日本人留学生にビーズや LELS はおすすめだと思う。まずビーズについては、程よく程いい大きさの街、大きすぎもせず小さすぎもせず、なので住むにあたってストレスがないし、あと自然緑が多いからとても私はリーズはいいと思うんだけど、はい、私も思う。留学生に慣れてる年だから、うんうん、あんまり日本人だからって言って特別扱いされるわけでもなく、かといって嫌な思いをするわけでもなく、普通にのびのびと暮らせて、うん、郊外の気分も味わえるし、うん、都心の雰囲気も味わえるし、うん、買い物も便利だし、うん、便利便利、うん、あとスーパーは安いし、うんうんうん、なんかそんなに無駄遣いしなければ十分生きていける、うん、楽しく、うんうん、スーパーもグロサリー安いよね。安いね。ワンパックのブルーベリーとラズベリーが2ポンドっていうのが私がすごい好きで、いつも買っちゃうんだけど。あともう一つだよ、LELS、 このスクールはおすすめだと思うか、うん、私は最初スクールを選ぶときに、うん、もちろん授業料はチェックして、うん、あと場所とあと内容、うん、で私はIELTS のインテンシブクラスをこう短期で取りたかったから、それをやってるところと、あと授業料が他の学校に比べてまあお手頃、うん、そっか比べてないから分かんないんだけど、リーズの他の学校と比べるとお手頃だったから、うんうんうん、それでここにして、うん、でもちょっとクオリティがどうなんだろうって心配だったけど、うんうんうん、でも私は今の先生に満足してる。いいよね、うん、私も、うん、どの先生も、まあ、いろいろ個性があるけど、どの先生もすごくなんだろう、丁寧に質問に対して答えてくれるし、うん、自分たちが何を知りたいのかよく知ってるから、うん、聞きやすいし、うんうん、で発音もヨークシャーだからなまってんのかなと思ったけど、うん、すごいクリアで聞きやすいから、ロンドンとかに比べてだいぶ半分ぐらいかな、コストが、うん、多分評価が同じぐらいでも半分ぐらいなんじゃないかなと思うと、うん、留学生にとってはすごいいいと思う、うんうん、次LELS のスタッフで一番のお気に入りは誰？それはもちろんエリザベート。そうだよ、エリザベート、エリザベート、ありがとうございます。そう、なんかクレヨンしんちゃんのことを知ってて、私挨拶代わりにしんちゃんって言われて、中日科の先生多いよ ね、 そうだね、日本語文化いっぱい知ってるし、うん、そうみんな日本語の先生もいるし、うん、行きたいっていうね、スタッフ ね、 スタッフね、うん、LELS のアクティビティは好き、うん、好き。なんか一人で家に帰って何もしないよりも、こっちの学校のアクティビティに参加することはとても意味があることだと思います。なんか、うん、まあ、授業料一瞬高いかなって思うけど、全部アクティビティに含まれてたり、うん、あとエクストラの授業とかも受けられるから、うん、総合的に見るとすごくいいし、自分たちのレベルにとらわれないで、いろんな経験ができるから、うん、とてもいいと思います。じゃあ来ました、イギリスの食べ物で一番好きなものは何？皆さんイギリスの食べ物が美味しくないと思っているかと思いますが、美味しいよね。実は美味しいよ ね、 いね、そのなんだろう、出来上がったものが美味しいかっていうよりは、その、うん、スーパーで買えるものがすごく新鮮で、そうそうそう、クオリティもいいし、そうそうそう、値段もお手頃で、うん、うん、だからなんだろうね、素材の味を楽しむっていう意味ではすごく美味しい、うん、あ、サーモン、あ、そう、サーモンがやっぱりマーク・サンド・スペンサーのサーモンがめっちゃ美味しくって、うん、サーモンがいっぱい取れる海に囲まれてるから、そうだ、ね、サーモン安くて美味しいね、うん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 、焼いてよし、うん、煮てよし、揚げてよし、はい、じゃあ、マキちゃんの一番好きなイギリスの食べ物はサーモンっていうことサーモンかな、サーモン、はい、で私はやっぱり、うん、フィッシュ&チップスって出しておいて、うん、で、まあでもフィッシュ&チップスのフィッシュは美味しいと思う。チップスはちょっと全部食べると私にはちょっと脂っぽいけど、でもフィッシュはこう厚みのある魚、そうだね、がこうふかふかふかと揚げてあって私は好きで、さっくりとね、うん、
美味しいね。あーリーズでのお気に入りとっておきを教えて。うん、ショッピングセンターがでかいってことショッピングセンターが好きってこと。うん、そう、あんま買わないけど。この間リンツでな、チョコレート買ってたもんね。そう、リンツ安いんですよ。日本で安い。安いですよ、そうそう、うん、寿司もウェイトローズに行けば、うん、まあ違う文化の寿司が食べられて、しかもまあまあ美味しい、うんうん、あとオーガニック、オーガニックにこだわってる人はオーガニック、うんうん、何でも手に入りやすいからいいよね。キヌアとか簡単に手に入る、うん、お気に入りも食べ物の話確かに。では、はい、はい、LELS で一番好きな先生は誰、理由も教えて。私は自分の担任のロド先生 が一番いいかなと思います。っていうのは、うん、もちろん生徒の会話を促すようにフレンドリーなんだけれども、うん、やっぱりこうポイントは押さえてて、ここは間違えちゃいけない、それはこれも間違いないっていうのを的確に指摘してくれるから、うん、この先生でよかったなって思っています。いいね。はい、LELS の大好きなところは、うん、なんかもうなんか憩いの場であり、暇つぶしの場であり、うん、人と話す場であり、うん、ま、なんか新しいことを学ぶ場であり、うん、あとはまあ困ったことがあれば先生に相談すればいいし、うん、スタッフとか先生とかすごい声かけてくれるよね。そうそう、大丈夫とか、ね、そうそうそう、すごい、うん、親切、うん、親身になってくれるし、うん、でね、勉強で困ったことあったら助けてくれるし、うん、まあ、当たり前だけど、それだけどなんか全然なんか安心できるから、うんうん、私はね、学校の好きなところというか、うん、来て感動したところは、はいはい、フリー紅茶とコーヒーがあるところ、うん、これフリーで飲めるんだって。あ、確かにね。あとはガーデンかな、ちっちゃいガーデンがあって天気とお昼食べれたりとか。そうだね、うん、ここはいいよね。英語の単語で一番発音が難しいのは何。単語だよ、単語か、英語の単語。私この間ね、花粉症になったって先生に言ったら、うん、発音が悪くて先生最初分かんなかったんだけど、うん、すぐに直してくれたの、発音を、うんうんうん、で何度も先生に続いて言い直したんだけど、うん、言えなくて、うんうん、これが機能的に日本人は言いにくいんだなって分かった単語が、はいはい、アレジーそう、なんかもう字が、うん、言えてないらしいのね今も多分言えてないんじゃないかと思うけど、アレジーうん、ではリーズは留学するのにコスパがいい街だと思う。うん、うん、コスパ、そのびっくりするのは公共交通機関がすごい高いところだよね、うん、バスが、ワンウェイで6ポンドするのね、私の家から市内まで、うん、それがすごく高くてびっくりするけれども、うん、まあでもまあマンスリー買えば、まあ、東京都内の1ヶ月の定期券の値段より安いと思うんだよね、うん、まあ、どこに行くかにもよるけどね、うんうん、まあ、でもどこにでも行けるしね、どのライン乗ってもいいし、うん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 、日曜日も土曜日も気に使えるから、うんうん、まあ、お得っちゃお得、うん、でスーパーの食品も安いし。そうだね、うん、スーパーの食品安いのはいいよね、うん、別に特に何か欲しいものとかがなければ、うん、コスパはいいよね。いいと思う、うん、まあ、自分で調整ができる、うん、そうだね、うん、別にロンドン行かなきゃ買えないものとかそんなないし。そうだね、うん、大きいデパートもあるし。では最後、私チルリン、イギリス人が言った一番面白かったことは何。ハゲネタかな。あー言ってたねどんなネタ。なんかハゲそんなにいじったらダメだよって言ったら、ハゲをこう強調してきて、なんかいじんなきゃいけないような状況になった